セレノア率いるウォルホート軍と前回覇者マクスウェル軍が激闘を繰り広げた決勝戦は、敗れたものの新当主セレノアの戦いぶりは改めて人々にウォルホート家の武威を印象づける結果となる。そして三国が集った式典と舞踏大会は盛況のうちに終了し、ご来賓のお見送りが本日最後の仕事です。ああ、気は抜かない。三国は微妙な均衡の上に成り立っているのだから。頼もしいよ、セレノア殿。僕はこのままノゼリア新鉱山の現場に詰める。いつでも訪ねてきてくれ。ごきげんよう、フレデリカ。二度と会わないことを願っているわ。なかなか無駄な時間だったよ。手柄自慢の式典に戦争ごっこ。おっと、兄さんに告げ口でもされたらかなわねえ。気にするな。僕たちは僕たちの仕事をしっかりやり遂げればいい。あの二人の非礼は詫びよう。得るものの多い一日だった。私もです、アブローラ将軍。くそ、結局負けた。全部エグスアムのせいだ。面白い勝負だった。またいつか手合わせしたいものだな。世話になった、シモン殿にもヨシナに。はい、必ず。お揃いのようですな。皆様方の船にはグリンブルクの名産品を詰めるだけ詰ませていただきました。レグナ王からのささやかな友好と感謝の証でございます。そいつはいい、少しは来た甲斐があった。その品々は我らが潮の女神に捧げます。ウォルホート公、たった今レグナ王グリンブルク王国の返礼施設として帰国せ。返礼施設、つまり王の名代として相手国。王名とあらば喜んで。しかしエスフロストとハイサンド、どちらに向かえばよいのですか。王はウォルホート公の判断に任せると仰せでした。もう片方の国はウォルホート家と同じ。なぜ私には声がかからないのだ。我がテリオール家も御三家なのに。臣下としての器と忠義の差だろう。セレノア殿、シモン殿譲りの戦いぶり、一方は私が引き受ける。どちらに行くかは貴公に任せる。見聞を広め、御三家の筆頭にふさわしい。ランドロイ殿、マクスウェル殿。若さ、王はあえてあなたに判断を任された。レグナ王は私の考え方を見るおつもりなのだろう。はい、今は両国ともに友好状態にあるゆえ、しかし今後三国の関係がどう変化するかは分かりません。その国を選んだことはウォルホート家の行く末に少なからず影響を及ぼす可能性。
確かに慎重に考えねばな。ベネディクト、新年の天秤を用意してくれ。どちらの国に向かうべきか意見を集め、新年の天秤で決める。かしこまりました。そのようなわけで、セレノア様は返礼施設の退任を仰せつかった。エスフロスト公国と聖ハイサンド大教国、そして新年の天秤の前で各々の判断を示してほしい。多数決を取るというのか。はい、全員の意見に耳を傾け、それがウォルホート家なのです。この天秤にかけて皆で選んだ道ならば。本当に大したやつだよ。セレノア様のお覚悟は分かりました。よし、決めた。俺もこの外遊についていく。もちろんお忍びでな。だから先導は任せるぞ。ゴルホ王子、お前は残ってもいいぞ。お供します。私はロラン王子の親衛隊ですから。わかりました。ちょうど新年のコインと同じ人数になりましたね。セレノア様が初めて天秤に問おうとされた時に偶然7人が揃うなんて、なんだか不思議ですね。偶然ではないさ。おそらく我々は共に歩む運命なのだ。ええ、きっとそうだ。では若様、皆に一枚ずつ。新、わかった。皆それぞれ思うところを話してもらいたい。しかるのち新年の天秤にコインを乗せ、
セレノア殿。セレノア様。なるほど。セレノア。そんな。それで。確かに。セレノア様。確かに意志は固まりました。なあ、若、セレノア様。それでは。確かに心に留めておきましょう。
では投票を始めよう。エスフロスト公国と聖ハイサンド大峡谷、どちらの国に向かうか、それぞれの信念を天秤に預けてくれ。お許しください。ごめんなさい。良い説得でした。セレノア様のご意見に。新年の天秤よ。道は定められた。我らはエスフロスト公国へ向かう。よし、ウォルホート家はエスフロスト公国へ向かう。皆、この道が我らにとって正しいものとなるよう力を尽くしてもらいたい。パトリアト殿、我らはエスフォルスト公国に向かいます。承知しました。では王の名代としてグスタドルフ総帥に感謝と友好の意をお伝えください。貴公が我が国を選んでくれたこと、グスタドルフ総帥にお伝えしよう。頼もしい妹婿を持ったと喜ばれることだろう。私も総帥閣下にお会いするのが楽しみです。最悪ね、またこの女と一緒なんて。まったくだ、せっかくの土産が腐りそうだ。フレデリカ、あなたはウォルホート城に残った方がいいのでは。大丈夫です。